で、おっしゃるように YouTube って自分から実は情報を取りに行ってるようで、すごく受け身な形でしかこう、得られないんですよね。で、そうですね。しかもやっぱり無料なので、まあ、なんて言うんでしょう。言い方悪いですけど、自分が何も得られなくても別に損はしないというか、そういう考えで見てしまいがち。なので、私も高校時代とか、結構強い高校の練習を見たり、なんかプロのイベント参加したいっていうのは、まあ、広島から兵庫まで新幹線で行った記憶があるんですけど、でもそれも何人か連れて、こう、まあちょっと部費を使いながら、小遣い貯めていった時なんかは、やっぱりもう死ぬ気で何か得て帰ろうって思う感じはありましたもんね。で、ただ、事前に今みたいに知れないので、当時はですね、兵庫じゃない、神戸かな。で、ノアみたいなところで、強い高校とプロの選手が来て一緒にやるイベントみたいなのに行った記憶があるんですけど、もう本当2、3時間ぐらいだけだったんですけど、もう今でもVHS のビデオで残ってたりとかして、もう、なんとかして残そうっていうのをやってましたね。なんかこう、知らないっていうことが結構、まあ、行動力になったり、武器になったりして、面白かったなっていうのは個人的にありますね。ある意味、こう、探検みたいな、冒険みたいな感じで、いや、本当に、やっぱ、さっきの話じゃないですけど、私が関東に来るときなんかは、もうほぼ情報ないわけですよ。どういう選手がいてとか。で、まあ、自分はスポーツ推薦なかったので、結果出さなきゃいけないっていうプレッシャーはなかったんですけど、ただやっぱりなんかこうちょっと東京で一旗あげてやろうかぐらいの感じで新幹線に最後乗ったのは覚えてるんですけど でもまあ来てみてやっぱり分かることというかそれもありながら、ただこれが勝利至上主義だとだけだとやっぱり関東に行っても勝てないからそのまま中四国地方でやった方がいいかなとかなんかそういうふうにもなってたのかなっていうのをちょっと今思ったり。まあ、勝利至上主義って考え方が別に全部悪いとも思わないんですけど、まあ、最初に言ったようにやっぱりバランスが大事だと思ってて、やっぱ、まあ、例えばその選手がその試合にエントリーするのが、まあ、いくつか複数の大会にこうエントリーしているとしたら、まあ、例えば、まあ、ジュニアの話になると、まあ一応、まあ、13歳だとして、そしたら14歳以下と16歳以下って2つ出れるんですね。まあ、同じ大会に2つは出れないですけど、まあ例えば、まあ1個目の大会は、まあ実年齢って言い方しますけど、14歳以下で出ましょう。で、グレードはそんなに高くない大会だから、じゃあこれではベスト8を目指しましょうとか、最初にこう計画を立てておく。っていう必要があるかなって。で、まあ、2番目の大会は、まあ、グレードもっと低いけど、1個上の16歳以下の試合、カテゴリーにエントリーをして、そこでは逆に、まあ、年上とやる大会、機会が多いので、まあ、とにかく今自分がチャレンジしているプレーに集中して、結果は、まあ、後でついてくればいいっていうふうに、そういう目標設定したりとか。で、その次の大会は14歳以下で出て、グレードが高いので、レベルが、まあ、高い選手が結構出てくるので、もうそこはもう実力試しだと思って、そこはもう勝つつもりでやろうとか、まあ、その出る大会によって目標を決めていいと思ってます、僕は。結構それは保護者の方とかに言うことなんです。ですけど、まあ、エントリーって結構スケジューリングとか保護者が結構やることが多いので、まあ、難しいのでそこは、まあ、やるんですけど、まあ、子供たちにもやっぱりそういう目標を持たなきゃダメだよって話をしたりとか、まあ、親御さんもそういう目標をちゃんと子供から聞いて、で、まあ、最初できなければ一緒に目標設定やってみてくださいって言うんですけど、
まあ、その目標、まあ、子供たちが、まあ、16歳以下で出るからちょっと挑戦したいから負けても別に、そんなに言わないとか、うんうんうん、まあ、そういうサポートをしっかりできれば、はい、バランスをとってやればいいのかなって思いますし、まあ、逆に14歳以下でこの子には負けちゃいけないだろうっていう意識でやるのも大事です。はい、やっぱバランスなのかなと思いますし、はい、まあ、以前の動画でもこう自分が何か変えようとするときには一回目の前の勝利をこう手放さなきゃいけないこともあるみたいなお話も結構あったかなと思うんですけど、うん、なんかその辺をこう選手自身が主体的に判断してやっていくっていうのは本当にテニスでは重要だなっていうのは感じますね。まあもちろん全部の試合ね、勝負なんで勝ちたいんですけど、こう、まずはやるべきことに集中する時期っていうのも必要なのかなっていう。そうですね。まあ、それ、まあ、それこそ、僕が、まあ、最近始めたノートっていうブログに、はい、まあ、昨日更新したやつなんですけど、まあ、セカンドサーブについてこう、はい、書いたんですけど、うんうん、まあ、その、結構、大学に入って、まあ、コンチネンタルグリップでやりなさいっていうふうに教わって、はい。まあ、いろいろ、こう、コンチネンタルだとこうなるから、こういう、体はこういう向きで、で、インパクトの時はこういう向きで、こういう角度で当たって、こっちに振り抜きなさいとか、振り上げなさいとか、いろいろ教わるわけですけど、はい。まあ、結構、言葉で言われて、僕は、なんとなく理解を、してきたんですけど、うん、まあ、本番の試合になるとやっぱグリップを戻してしまうんですよね、うん、勝ちたいから、はい、で勝ちたいからグリップ戻すっていう風にやってるのは結構無意識だったんですね、うん、自分ではなんかそんなつもりなかったんですけど、はい、結構それを、うん、まあ、監督とかコーチにこう言われて、うん、いやグリップ戻ってるよって話をされて、うん、で、まあ、多分ちょっと本当に変えたかった、まあ、僕も身長がありましたし、うん、はい、グリップ薄くすればもうちょっとバリエーションの増えたサーブになるから絶対グリップを変えさせたかったんだと思うんですけど、うん、まあ、グリップ変えれば勝てるっていう風になるのはその目の前の勝利ではなくて、はい、まあ、例えば来年とか、うん、その来年以降の勝ちにつながるから今のうちに試合に出てもこのグリップでやりなさいって結構言われて、うん、はい、まあ、じゃあやろうかなっていう、まあ、そんな偉そうには思ってないですけど、まあ、うん、まあ、やったらやったら本当に仕組み分かっててもできないんですよね、うん、なかなか。でそれを、まあ、勝ち負けどうでもいいっていうふうにもう割り切ってやってみたら、はい、やっぱ結構そこのサーブにすごく集中できて、うん、まあ、負けてもいいやっていう投げやりな態度ではないんですけど、そのとにかくサーブとかやるべきことに、さっき富田さんがおっしゃったようにやるべきことにこう集中できるようになったんで、うん、まあ、そうすると、まあ、試合で出てますけど、はい、勝ち負けってやっぱ大事ですけど、そこ以上になんかグリップを変えるところの重要性とか、まあ、そこの試合で実際にやっといてよかったなってすごい数年後思えたことなので、やっぱうん、まあ、何かを変えようというときは、やっぱ試合に勝とうとかそういうこととか負けたくないと思っちゃダメというか、うん、やっぱそのやるべきことに集中を、まあ、するべきなのかな。まあ、これはもう実体験としてそうしてきたので、まあ、これはかなりおすすめというか、はい、何試合か捨てた方がいいと思います。まあ、それもおそらくそういう失敗というか、負けを許容できるような環境だったり指導者が周りにいらっしゃったからっていうのもありますよね。そうですね。ある程度、うん、なんか、まあ、これ聞いていただいている方、学生さんも多いと思うんですけど、結構社会人として働いてもなんか近しいことがあるなって感じるのは、なんかこう勝利至上主義と売上至上主義が近いか分かんないんですけど、うん、売上をこう上げなきゃいけないっていう中で、じゃあ失敗が許されないような環境で
それがどこまでできるかっていうと、絶対こう爆発というかしないんですよね。大きくこうならないというか、なんかこうもう本当にめちゃくちゃ大きな失敗ができる人じゃないとやっぱり成長しないというか、大きな結果売上も作れなかったりしてしまうような感じは私の経験上もあって、でそれは非常に難しいところではあるんですけど、なんかやっぱ私はなんかいい会社ってすごい大きな失敗ができる会社かなっていうのをすごい感じるんですよね。そういうのが許容できるような環境というか、うん、そっからやっぱ這い上がってきた人っていうのは一気に伸びますから。そうですね、うん、やっぱそう、そう、あの、その通りで、やっぱ、まあ、自分もそのフリーのコーチでやっていくと、やっぱもちろんそのレッスンをやることによってその売り上げが欲しいんですけど、はい、売り上がればいいっていうわけではなくて、うん、やっぱその場で売り上がってるけど、そんなに質のいいレッスンなりそのコーチングができてないってなったら、将来的に売り上げがやっぱ下がっちゃうので、はい、やっぱその売り上げじゃないところでその、うん、何かを提供するとか、うん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 、やっぱ質の高いというか、そういうものを提供するようにしたりとか、まあ、あとはもう完全にその売り上がらないイベントをやってみるとか、うん、まあ、感謝デーみたいな感じでやってみるのも一つなのかなとも思いつつ、こうやってるんですけど、まあ、やっぱそういう経験って大事ですよね。大事です。まあ、でもそれも紐解いていく、多分土井さんのその大学の頃の経験があったからこそ、そういうのが必要なんだって今思えてらっしゃるのかなっていうのを感じて、なんかティープレスも結構やっぱ近いところがあって、その投資っていうとそんな大それたものでもないですけど、なんかもう私も感覚としてすぐ儲かりそうなことだったり、売上になりそうなこと、勝利につながりそうなことって結構実は遠回りだったりするんですよね。みんな同じこと考えてますし、そこは競争も激しいし、なんかだから結構これ売り上げにつながるのかなみたいなので始めたことが将来的に大きな核になったりとか、うん、まあやっぱ結局そのなんか変えようと思った時に、うん、すぐやっぱ売り上げにはつながらないですから、うん、やっぱ、まあ、投資というか、まあ、自己投資に近いのかなと思うんですけど、はい、やっぱ結構めんどくさいじゃないですか。なんかそのいろいろやったり、いろいろそのいろんなことを把握したりとか、はい、いろんなその自分が将来的にこう成功するために必要な知識を得るってなったら、うん、結構一個一個覚えるのめんどくさいっていうか、その勉強自体、勉強すること自体がめんどくさいことなんですけど、うん、結構コツコツやってて、はい、うん、でもそのめんどくさいことできる人じゃないと多分なかなか難しいのかなとか思ったりします。そうですね、うん、でそういうのをできる人っていうのはやっぱり勝利以外に価値を感じて自分の中で主体的に動いてきた人、積み重ねてきた人なのかなという気がして、結果だけ見て判断されてきたような人っていうのはなかなかこうちょっと大人になって自己肯定感を持ちづらかったりとか、逆に試合が怖くなったりとか、そういう風になってこうちょっと行動力が落ちちゃうんじゃないかなっていうような印象もありますね、個人的には。なんか僕がそのまた監督に言われた印象に残ってる一言シリーズっていうと、はい、無駄をやれって言われます。無駄をやれ、はい、無駄なことは無駄じゃないだけど無駄をやれって言われて、うんうん、やっぱその無駄をやれっていうのは最初から理解できたんですけど、やっぱ後々もっと深く理解できて、はい、なんか無駄なことだと思うかもしれないけど、まあ、効率的に勝つっていうのは難しい、かなり難しいですけど、うん、やっぱテニスっていい意味でも悪い意味でもハプニングが起こるスポーツなので、そうですね、そのハプニングに対しての対応力を広げるために無駄をやれっていうふうによく言われてて、う
無駄かもしれないっていうような、そういう練習をやっぱりちょこちょこやっておくことが、やっぱなんか起きた時に通じるというか、まあ変な話、その股抜きショットとかも一つですよね、はい、あれをそうですね、その遊びでやっておくけど、まあその時は無駄かもしれないんですけど、どっかで使えるかもしれない、使えないかもしれないですけど、使えるかもしれないって思ってやっておくと、意外とその将来的にその無駄だと思ってた点がつながっていくんで、まあ、結構それは、まあ、今そのテニスじゃないレッスンの売り上げっていう部分でも、その無駄かなと思うこともやっておく必要があるのかなと思って、まあ、結構その、まあ、さっき近道って話もありましたけど、はい、多分めんどくさいことやる方が近道なのかなっていうふうに思ってて、本当に無駄なことやったり、めんどくさいなと思うことやった方が、まあ、近道なのかなって思ってやってます、今は。そうですね、いや本当にすごく大事なとこですし、私自身もそれが結構実感してるところがあって、そのこれもちょっと仕事で聞いた話で、いろんな動画更新したりブログ書いたりも続けてる理由にもなってるんですけど、はい、もう誰でもできることを誰もできないぐらい続ければ絶対勝てるっていう、すごいまあシンプルなことなんですけど、それがやっぱり、なんて言うんでしょう、自分の自信にもなりますし、こう、考えるベースになるんですよね。だから、勝利、例えば試合に勝てない時期があっても、なんかこう自分の中で軸は持っておけるというか、なんかそういうところをぜひ、ね、皆さんも意識してもらえるといいかなっていう気はしますね。やっぱ最近そのあまりテニスができてない状況なので、はい、ちょこちょこできてはいるんですけど、やっぱその久しぶりにジュニアと試合やると、なんか動画で見たイメージで試合をしてしまって、全然うまくいかないんですけど、はい、やっぱ結局その今まで自分がやってきたのは、まあ、しっかり、まあ、すごいざっくり言うと足を使って打つっていうことなんですね。まあ、下半身から打つっていうことなんですけど、はい、やっぱ格好ばっか気にして、動画で見た良さそうなプレーを結構 見ちゃったおかげでっていうか、おかげじゃないか、見ちゃったせいで、はい、全然いいプレーが出なかったんですけど、はい、結局その試合やっていく途中で気づいて、足のためを使ってから打つってなったら、ボールがやっぱり重くなって、まあ自分のペースが保てるようになってきたんですけど、まあそう気づいた時にはもうすでに遅くて全然ダメだったっていう結局になるんですけど、やっぱりそう今までこう自分が 大事にしてきた足から打つっていうことを、結局その久しぶりに動画見て気分上がって久しぶりのテニスだからってやってみても、やっぱなかなかダメだな、うまくいかないなって思って、やっぱその原点っていうか、自分がこうやってきて大事にしてきたことを忘れて、なんかやりたいことをやると全然ダメだなっていうふうに、ここ最近感じましたね、ここ最近になってもこんなことを感じてるんですけどいやいやいや大事です、原点に戻らないと、そう、そういうなんかこう原点を作る意味でも、なんかこう勝利以外の、まあテニスの目的じゃないんですけど、こう判断基準というか、自分を測る物差しみたいなのが皆さんの中でぜひ持ってほしいですよね、何か。そうですね、自分の軸というか、はい、なんかこうなんとなくうまくいかないけど勝っちゃってる時とか、なんかそういうのが全部モヤモヤっとしたままだと、やっぱり結果でしか振り回されないようなテニスになっちゃうと思うので、試合中に修正できなかったりとか、そうっていう意味でも、まあ今時間がある方はこう自分のテニスをこう言葉にしないか外に出したりとか、ノートに書いたりとか、いろんなことができると思うので、結構やってみると本当に面白いなと思って、僕はもうずっと
続けてるんですけど。まあでも、そうですね。その、試合に勝つための人のチャンネルというか、TPS はそういうのがありますけど、はい、まあその、勝つために必要なコツをずっと配信してるわけじゃないですからね。そうなんですよね。やっぱり、それを、やるメンタルというか、なんて言うんでしょう。この、僕はなんかこう、テニスに勝つっていうのはどういうことかなっていうのをずっと考えてるんですけど、まあ、試合に勝つのもそうだし、いろんな意味で自己実現もそうだし、なんかこう、ただ、その、さっき話した大阪のインターハイを見て思ったのは、その、ただ単に、この子たちテニスやめてほしくないなと思ったんですよ。もうこんな過酷な状況の中でやって。目の前の今の試合の勝ち負けも大事だけど、これ本当に勝ったって言えるのは多分死ぬ直前まで、まあ、テニスを続けてもらって、本当に言ってしまえば健康なままで最後、まあ、天寿を全うするじゃないですけど、そういうような人生が歩めるような環境を作ってその子たちがそうなった時に本当に勝ったって言えるんじゃないかなってちょっと思ったりして、うん、ちょっとスケールが大きな話になりましたけど、なんかこう、全然対戦相手がどうこうっていうのもその時はねもちろん大事なんですけど、なんかそれにこだわりすぎてね、もう社会人になったらずっとラケット持たないような人生も本当もったいないなっていうような気がしたり、そうですね、うん、せっかくやってきたのにやめちゃうのって結構思う人は多いですね。そうなんです。でも彼らからしたらもうやりきったというところは当然気持ちとしてわかるんですけど、うん、なんかそれやりきったんじゃなくて燃え尽きたというか、うん、なんかこうそんなに試合がねプレッシャーだったんだっていうか。いやーでもそこもまあありますよね、やっぱ、うん、本当にプレッシャーかけられて、はい、まあ、プロに当然なるよねみたいな感じの、そういう目で周りも見てしまうと、まあ普通の生活をしてるだけで結構叩かれるというか、そうですね、うん、結構そういうのがあるんで、まあかわいそうだなとも思いますし、うん、まあ逆に、まあ、燃え尽きさせてしまったっていうのもある、うん、まあ、プレッシャーそんなにかけなくてもよかったんじゃないかって思うこともあるかなって。そうですね、うん、なんかこう自分がテニスをしてるんじゃなくて誰かにさせられてるというか、誰かの欲求を満たすために自分が動いてるみたいな感じになってしまうとどうしてもそうなるかなという。そうですね、うん、まああとは、まあ、そういうトップレベルの子たちもそうなんですけど、やっぱり、テニスがこうどんな環境やレベルでもこう少しずつ上達していくっていう実感が持てるかどうかみたいなのは、まあ指導者だったり環境もまだまだ整備していかないといけないかなっていう個人的には気がしますね。いやでもこういう話は本当に面白くて尽きないんですけど、はい、ちょっとそろそろお時間になりそうなので、はい、あれですけど、なんかちょっとこう最後に無茶ぶりで申し訳ないんですけど、まとめというか何か今後土井さん考えてらっしゃることとかもしあれば一言。そうですね、まあまあ、勝つっていうことは、まあ、まあ大事なことですし、まあ、勝つことを、まあ、みんなが目指せば正直競争が生まれて、うん、よりこうレベルが高くなってくるっていう、はい、そういうその競技的な目線で言うとそれでいいんですけど、まあ、もっと広く見るとやっぱ勝つために必要なことを楽しんで努力できる、そういう環境が大事なのかなって思ってて、はい、
か、もちろん勝つっていうことは大事ですけど、うん、やっぱスポーツマンシップって言葉があるように、やっぱ、はい、ずっと勝ってる選手ってなかなかいないですし、うん、やっぱそのスポーツマンシップって結局そのいい負け方をするとか、うん、負けても素晴らしい選手であるべきっていう、そういう考え方なので、はい、やっぱりその勝ったからいいっていうことではなくて、うん、やっぱいい負けた人っていうか、いい敗者になるべきだっていうようなことは結構言われていることなので、うん、はい、やっぱ負けた後にやっぱりこの試合はこうだったなって学んだりとか、うん、まあ、そういうことをしてまた練習をして、うん、はい、で、まあ、次はまた挑戦して、でまた負けたとしてもまた のそんなにその落ち込まずにっていうか、また次に向かってこうやっていけば、まあ、いずれ勝てるようになると思いますし、逆にそれを逆に捉えると、やっぱり勝った方もいい勝者じゃないと、うん、そのいい勝者っていうか素晴らしい勝者じゃないと、まあ、勝ち続けることできないし、負けた時にもそういういいプレイヤーにはなれないので、うん、まあ、勝ったとしてもおごらず、うん、なんで勝ったのかとか、そういうのを分析したり、うん、勝ってもプレーが良くなかったって思ったら、それを練習したりすればいいのかなって思うので、うん、まあ、勝つっていうことだけを考えてやらないようにしましょうっていうのは結論としてあるかなと思います。うんうんうん、そうですね、はい、うん。あくまで勝敗っていうのは結果であるので、はい、なんか、まあ、テニスは引き分けがないので、それどっちか必ずついちゃうんですけど、うん、なんかその背景にあるものとか、自分で積み重ねたものっていうのは、もうご自身でしか測れないところはあると思うので、なんかそこにしっかり目を向けてほしいなっていうところと、あと、まあ、土井さんおっしゃったように、その、いい敗者になるというか、その、もうなんか僕は、その、なんて言うんでしょう、成功の反対は失敗ではなくて、やっぱり挑戦しないことかなっていうふうに思うので、うん、挑戦した上で敗者になるっていうのはすごく大事なステップかなという気はするので、うん、なんかそのあたりをぜひ視野として持っておいていただけると、自分の中でいろんな結果も整理しやすいかなという気はしますね。うん、